ゲルハルト・カール・ミッターはドイツのレーシングドライバーである。ニュルブルク・リンクでロータス25カル、ミッター当初は2輪の方で活躍していたが、後に4輪に転向。フォーミュラジュニアに参戦し、通算40勝を記録した。これはフォーミュラジュニアにおけるドイツ人最多勝記録でもある。1963年にはプライベート・ポルシェから会一に参戦。主に、 ドイツグランプリのみのスポット参戦、また後年は、会にマシンでの出走だったが、デビュー2戦目となった1963年のドイツグランプリでは4位入賞を果たしている。またミッターは、会1位以外のカテゴリーでも活躍し、1966年からヨーロッパヒルクライム選手権で3連覇を達成。1969年のタルガフローリオも制している。 ニュルブルクリンクでの1969年会1ドイツグランプリでの予選中 BMW の F2 マシンで出走していたミッターはアデナウの高速ストレートを走行中に突然右のフロントタイヤがホイールごと外れるトラブルに見舞われコントロールの効かなくなったマシンは約時速 170km でスピンを起こしキャッチネットを突き破りフェンスに激突マシンは粉砕しミッターは即死した 33歳だった。ありがとうございます。